トリエステ植物園、またはトリエステ市民植物園は、イタリアのトリエステにある植物園である。現在の場所に植物園が開かれたのは1848年で、あるが、その要望は、トリエステで薬局を開いた薬剤師で植物愛好家のバルトロメオ・ビアソレ島が、樹木のクラス地方での植栽実験を行うための要望したのに始まる。 1839年から1960年まで、トリエステの市長を務め、自らも植物研究を行ったムチオ、ムツヨトマシーニによって、植物園は拡張され、トマシーニや彼に親しい、エリザ・ブライグ、ライモンド・トミンツ、カルロ・マルチェ・セッチらの植物愛好家によって、フリウリ・ベネツヤ・ジュリア州の代表的な喧嘩植物が集められた。1903年に、マルチェ・セッチが、 公立公園にし、チービコールとボタニコの名前になった。1960年代まではステンカ、ミューラー、ローナ、クリデリといった科学者が園長を務めたが、その後衰退し、1986年には予算不足から閉園した。1991年から再開発が行われ、2001年に一部が公開を再開した。ありがとうございます。